はい、ということでね、3人、俺と岡くんと佐々木くんで画伯大会ということで、画伯大会、はいはい、画伯ね、画伯、そう、この油絵初めてなんですけど、このデカさの絵にあの油絵を描いていくということで、俺たちのもう芸術的作品を、でそしてそれをその動画の概要欄から多分見れると思うんですけど、ヤフオクに出品して誰の絵が一番 高い値段がつくのか、はい、それをやっていこうかなということですよ。出品すんの？出品して誰が一番高額を取るかでしょ。出品しちゃおう、まあ、そんなレベルの絵描けるの？いやだからもう芸術ってなんか人それぞれじゃん。まあね、うん、佐々木くんとか絵だけで言ったら一番下手だけど、うん、芸術的才能は一番あるかもしれないし、もしかしたら佐々木くんの絵に1億の値段がつくかもしれない、そういう才能あるかもしれんじゃん。ゼニガメくんね、ゼニガメ、ゼニガメ、ゼニガメ服、ゼニガメですね。俺はね、あのぶっちゃけ芸術ってわかんないから、なんか、まあね、バナナの皮剥いてあるだけでなんか何億とかついたりさ、ありますね、ピタッと貼り付けられてガムテープで、うん、そういうレベルだから、うん、点だけで何億とかありましたよ、ね、そうそう、あるある、点だけ、うん、意味わからんやん、それもお遊びやいやいやいや、そんなことだよ、芸術なんですよ、不合のお遊びじゃ、それは1億で買うって、まあ、そういうことでね、じゃあ実際に初めてですけど、はい、変えていきましょうか。もうお題はないんで、本当に自分の頭の中、うん、イメージを変えていこうかなと思います。よし、決めた。俺も決めました。テーマ決めた。今思い浮かんでた。完全に決めた。俺も決めた。テーマ決めるの早くない？はいはいはい。あ、始まりね。始まりです。あ、早速、最近は青、水色、いくら、肌色かな？なんか違う色を混ぜて、なんかあるの大丈夫だと思う。確かに。お、早いですね。これとこれ混ぜても一緒か。これとこの辺いくか。違うな。とりあえずこいつだけでいくか。いや待って、これでいこう。え、待って、めっちゃ楽しいんだけども。僕が一番もう好きっすよ、ね、うん、好き、こういうの。これテーマはちょっと言えない？今んとこ。今んとこ言えないね。なるほど。正直ね。肌色を使ってきましたね、出だしで。このまずこの絵の具が新品で揃っとるこの絵が好き、もう俺。ああここね。これここなんか子供の頃から色鉛筆とかさ、はい、うん、新品見るのが好きでさ。はい、青か黄色。黄色。これとこれをまず下地はね。なんで今国語号みたいな。黄色。ああ。両手を下ろして。ミクルの見解です。昔のミクルの見解ですね。秒殺していい。あ、岡さんも行きましたね。秒殺していこう。え？秒殺どう？あっても。何？あっても、これ絶対カットですよ。カットじゃないよ。笑ってるのは俺たちだけだ。正直。あ、佐々木くんも行ってるやん。あれ？空か？なんだ？空か。佐々木バレたバレた。いやいや違う、まだ分からんすよ。佐々木くんのっぽいな描き方が、なんかぶってるけど描き方描き方ぶってない佐々木くん、ぶってないですけど、もう無意識ですね、これはもう。もしかしてぶった佐々木くん、だってかこんな、なんか滑らかな感じでやる。いい感じ、いい感じです。あ、完全に来てる。あ、なんかが3、何色なの？三つの黄色の点ですね。あ、赤今度。赤か。ピンクにしたい。あ、白混ぜよう。ミクルがなんか人っぽい。ね、これは明らかに。ミクルの恥ずかしそうな顔見て。じゃあ。恥ずかしくないよ全然。俺の感性なんでね。ちょっと恥ずかしそうな顔してた。ちょっとね、嬉しそうな子供みたいな顔して。筆変えるのが、あ、テーマで変えちゃった。なるほどなるほど。佐々木くん一人で実況してるからさ。あ、何？混ぜてんの？うん、白を混ぜたの？白混ぜた。あ、こんな色になるんだ。大体？ピンクにしたいんだよね。こんぐらいか。赤に白でピンクか。多分ね。あ、佐々木くんが思い切ったことしてます。すごい。なんだ？何色？赤色を混ぜた。青に。紫になるんだっけ？いい色も入れていきます。黄色も入れていく。
ちらパレットにしてね。あ、なんか変な色してますね。そう、これは俺の色、俺の血の色です。こんな変な色なんだ、この血の色って。え、そうなのよ。あ、花びらか。いつものね、これが、ね、黄色とかと混ざってね、いい感じになるんですよ。花びらを描いているような感じがしますけどね。桜みたいな。おお、さすがだね。今回制限時間はないということで。そうですね、一日中ちょっとやったろうかなと。これ佐々木くんが結構ね、面白い感じで描いてますね。いろんな色を使って、うんうん、これは楽しみ。水ガメ、手が止まりません。水ガメじゃない、ゼニガメね。ゼニガメ、吉田くんゼニガメ知らないですか？知ってるよ。知ってる？俺らの時これだったもん。あとこれ、そうそうそう、リザードの時。何リザードを、うん、あと何だっけ、緑いやつ。不思議だね、不思議だね。知らない人やん。人影か、最初は。そう、うわ、何だこの色。違うね、これね、これ絵と違います。あ、逆にこいつとこいつ混ぜちゃう。この子と、うん、え、この子とこの子混ぜるとどんな色になるのかっていうのがもう楽しみ。小指だってなかった今ちょっと。この子とねやっぱ絵描いてるとギャルになっちゃう。なんで？似てるんですよ。おっこうさんじゃない？おっこうさん完全におっこうです。お、はい、不思議だね、完全に。おお、すげえ。このマーブルでいくか、この状態で。おお、なるほどね。すごい。まっすぐだから、はいはいはい、こういう状態で塗らないといけないな。さやさん、こういう状態でまっすぐだからどうやって。わかるかな。え、わかる。アドレナリン自分で上げてけ、自分で。な、な、それも何、技術のうち。な、よし、塗ってみ、きちんと。マーブルでな、こういう状態で塗らないといけないな。ちょっと原料句で私ちょっとうまく喋れないし、ろれつが回らない。声が出てない。声が出てない。あー、いいっすね。でもこれが葉っぱですか。そうですね。うまいね、やっぱね。クサーってなるっす。クサーって、クサーって、ね、ネットスラング。あ、佐々木くんがもうわけわからん状態に、なんかわけわからんって言っちゃった。実況の人がほんとなんか ピカソとかで、あれ、はい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 、うまいな俺。そうそうそう。あ、サーファーか。サーファー、サーファー、サーファー、何これ、どういうこと。あ、影か。あ、この影、影でしょこれ。そう、まさかミクルが人行くと思わんかったな。確かに、なんかピッとか言って終わりそうな勢いだったね。てんで、うん、ピッ。まあ俺ぐらいになると。小バカにされてるよミクル。まあね、彼に実際ね。うん、呪術廻戦か。おお、影の描き方ね。はいはいはい。油絵ってあったんのこのデータが。全然わからん。油ないじゃん、絵の具は。おお、なるほど、いいっすね。みんな集中してますね。あ、これ強弱つけやすいな、いいな。え、ほんと？うん、鉛筆いらず。この辺ちょっと間違えたね。ちょっと取るか、これ塗りすぎた？塗りすぎた。おお、したらね、何いこうかな。え、黒でいって色塗ってもおかしくなさそうだな、これ。これ黒？これ黒？白だな、これ黒。ブラック？ブラック。おお、佐々木くんがマジですげえ芸術に見えてきたな。一番油絵や。一番なんかほんとありそうね。高級で、それこそ何億とかで。すごいよ。いや、楽しいですね。佐々木くんなんかセンス出てるぞ、なんか。佐々木くんってまさかそういう才能ある。あるかもしれんね、これもしかしたら。だけどもだけど、うん、うわ、でもしくったらこれいらんかったな、もういっか。いなかった、うん、何が。桜よ。
これがダメだったの。ダメだったね。失敗してるよ。うん、やり直した。やり直した。効かないとこもいいんですよ。あれ？こっからセンスが出てきたぞ。この人。ついに？ついに出てきたね、センス。マジ？これは。出てきちゃった？これですよ。見てみようか。あー！何でしょう？ん？ちょっと見せたってあげて。これ。おお。タイトル。光と影ってやつか。センス出てきてるよ。ちょっと独特な。こっちで行けばよかった最初から。あ、他は？何を描いてんだこれは。これはね、もういつものですね。いつもの？ええ。あ！分かっちゃった俺。こちらいつものやつ。あと色塗るだけにしておきます、ね。時間が。ああでもやっぱうまいね。分かっちゃったもんこれ何か。でもこのちょっとこうなると、うん、ここから行きたかったね。ボヨーンと。あもっとでかく？そう。確かに。体がほとんど映らんね。桜いらんかったな。佐々木ひろが適当になってきたぞ。丁寧だったのが適当になってきたぞなんか。いやこう見えて、うん、ちゃんと計算してやってるんですよ。あ、そうなの？はぁ、あ、いい感じですよ。いい感じ？いい感じですよ。さすがだな。おお、みんななんかね、だんだん進んできましたね。おぉ、みくるがね、ちょっと付け加えてますよね。はいはいはい。ちょっと怖いな、でも。ちょっと怖い。子供が泣いちゃいそうだな。なんかさ、それポスターなかった？え？うん。ううもしかしてパクった？パクったな、これ。何も見ずにやってます。そういうのがあるの？赤と緑に混ざっちゃった。赤と緑混ざると何色？赤が勝った。あ、そうなの？うん。お、色塗り？こいつはもう面倒いからさ、逆にちょっと技にしていい？え？こういくでしょ？うん。あ、そういうこと？伸ばすようなんだこれ木でヘラ。うん、なるほど。違う気がしてきた。使う場所が違うんだよな。この面でしょ使う。ん、こっちのこう持って。いっけね。土木のやつ出ちゃった。こう伸ばしますから。あ、そうなんだ。こうか。よーし、完成したぜ。えどうすかこれ。この作品ミクル作。これ。そうです、こちら。おお、かわいいな。こんなところに花が咲いて、チューリップ咲いて。タイトルは？タイトルはね、人の闇です。人と闇？人の闇。人の闇？なるほど。どうですか？うん、面白い絵ではあるよね。これは、じゃあ目標は？目標？うん、ぶっちゃけ15,000円。15,000円。あー、なるほど。これね、あ、これな、名前書いた方がいいんじゃない？本物みたいな。それこそ確かに画家の名前を。ゴッホ的な、なんだっけ、ピカソみたいな。オッケーオッケー。それはやった方がいいよ、絶対。きちんと、きちんと。おっと、いつもと違う、なんか、最終仕上げまで行ってますね。名前を書いていくという。吉田君。はい。重大発表があるの。赤あったわ。あった、うん、赤。普通の赤あったわ。ミスった。うん。これオレンジだったわ。吉田君が言うように。うん。ミクル。わさく。桜。よし。おお。どうすか？これ世界で、世界で一枚の。世界で一枚の絵が。絵が完成しましたよ。人の闇。人の闇。ああ、こういう感じになるわけね。怖いな、でもやっぱちょっと子供が泣きそうだな。まあ人の闇なんで。まあね。まあ、このアクセントでね、これ可愛らしいよね。
なるほど、これですね。まあこの人はね、結局花を取ることは、うん、例えば大切な人にプレゼントするっていういいことだったりを思い浮かべてるんですけど、うん、まあ花とか地球にとっては自己中な考え方でしょっていう、なるほどね、そういうメッセージ性を込められる。メッセージもちゃんと入ってんだね。花から見えたこの姿、ほー、なるほど、もう完成しましたね、はい、ミクルは。どうですか。うん、おー、色ついてきたね。うん、この赤はやっぱ鮮やかで、やっぱ一番好きな色だからな。でもうまいね、やっぱね。もう分かって、ここで分かる人はいるんじゃないですかね。この辺で分かってくれる？ここまで来れば。今から鱗に入るんですよ。佐々木くんが。佐々木くんの売れそうだな、それ。おしゃれよね、普通。なんか、ちょん、なんか高級そうな家にさ、これが飾ってあったら高級な家だもんな。丘は丘内でね、うん、全然好きな人多いと思うし。ほんと？だといいですけど。まあでもあれだよね、サインとかと違ってさ、うん、このように1枚しかないっていうのはでかいよね、この永遠を書いたことが。そうだね、本当の意味での世界で1枚よ。そこのなんか希少価値の価格でもうちょっといきそうな気がしてきたの。あ、そういうこと。10万ぐらいかもしれない。いや、いくんだよ、10万めくるのは。お、だいぶ進んできましたね。だいぶね。あ、鱗、これでもう絶対わかんじゃない、みんなも。これで分かってほしいね、さすがに。さす。おー、すごい。よし、完成しました。え？なんか中途半端じゃない？いや、もうこれ完成ですよ。これで。この右点点じゃん。これでも完成です。佐々木くん、名前書かなくていい。あ、名前？名前書きますか？それを書いた方がいいんだから。そうですね。それはみんな書いた方がいいと思う。名前はいらないか。逆にいらないのが。逆にどう？名前あった方がいい気がするけど、俺はね。まあ、今回、今回だとみんな書きますか。みんな書くんじゃん。そうそうそう、みんな書きましょう。あれ、なんかつけ。ああ、つけ加えじゃなくて、なんかすごい塊になってるから。あ、そうなんだ。佐々木氏本人が名前を書いていくということで。どこに書こうかな。完全に右下でしょ。右下？いや、これはちょっと意味があって。意味ある。意味があるんですよ。はい。どっか見えないところに。見えないところ。いや、すごい作品できちゃったな、マジで。佐々木くんが名前の場所を考えてます。すごく悩んでます、うん。この絵に一体どういう意味があるのかはよくわかんないですけどね。タイトル聞きたいね、タイトル。ね、テーマとね。ここに書きました。え？ここに書きました。相手の？いいっすね、センスが。やばい、佐々木くんの。あ、間違えた。完全に間違えました、この人。HRO。I を忘れてます、この人。自分の名前。HRO。ちょっと間違えたな、これ。それもそれでいいんじゃない？間違えることないもんで、間違えることがもう、もういい感じ、うん。そう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 、そうそう。じゃあ続けて書きます。その画家としての佐々木くんの名前は違ったんだね。ちょっとたまったもんね、一瞬、うん、あれなんか足らん。ささはい、佐々木、あ、おー、出ました。はいはいはい、はい、こちらテーマいいですか。こちらのテーマ、はい、人生です。人生、はい、おー、深いところに似てるましたね。これ人生ですね、テーマ。人生、人生、はい、深いね、まあ、なるほど。暗くて悲しい時もあれば、はい、楽しい時もある。はいはい。で、暗い色と明るい色、はいはい、あといろんな色が混ざり合って、まあ人の人生、なるほど、っていうテーマですね。はいはいはい。このテーマは何なんですか。このテーマですね、はい、この購入してくれた方、うん、どういう向きで飾ってもいいですよっていう、うん、ああ、すみません、はい、だんだん汚れてきましたね。あ、汚れちゃった。それもセットで汚れですよ、はい、確かに。
佐々木くんの手の汚れですから。まあどう飾ってもいいですよ。確かに、はい、好きに。そうか、右下っていうわけでもないのか、はい、限らないのか。おお、面白いですねっていう絵です。おお、なるほど。これ目標どうしましょう。目標は、うん、8000円。わかりました。まあ遊びで入札してくる人いるじゃん。やりますね。やばくて多いんですよ。口コミがなんか悪かったらそれは許可しないんで。あ、そうですね。ちゃんとその評価、はい、高い人の、受付を受け付けますんで、ちょっと、はい、ちょっとでも安くてもね。いやでも結構満足の作品ができちゃったの俺は。いや俺もやっぱ俺絵の才能あるかもしれない。これはめっちゃいい絵ができた。自分で感動してるやん。いやもうなんかびっくり、自分でも。この曲線は人生のどの部分を表してるの？この辺はですね、今考えてるやん。この辺は今考えてる、普通の日常ですね。これは日常です。なるほど。日常もあります。日常があったりと。佐々木くんの人生なのこれは？いや、もうみんなの人生ですね。なるほど、ね、楽しい時もあるし、うん、泣きたい時もある。そうだね、はい、あ、その辺がちょっとね。そうです、そうです。それも誰にでもある。いや、まだあと2時間ぐらいで終わるかも。今下絵が終わりました。そこは制限時間ないって言って。これ周りがガチなんですよ、僕。なるほど、うん、見てください、これ職人ですよ。あ、すごい。でもうまいね、やっぱりね。完成しました、とりあえず。とりあえず完成。はい、はい。おー、あら、白いな。あ、これね、バックは今からまたちょっと描くんですけど、うん、とりあえずはこの絵は完成。絵は完成。背景はまだ。あ、そうなんだね、はい、じゃあ完成ということで、まあ岡はしばらくしたら本当の完成になるんだね。そうです、うん、まあこの概要欄から見に行って。あ、完成の絵、完成の絵は出てると思います。あ、なるほどね。じゃあ作品ね、完成しましたね。この3つをね、はい、出品したいと思いますんで。はい、どうですか。でも、うん、みんなのね、やっぱ個性出てますよ。うん、うん、いいと思います。それぞれに良さがありますよね。あります、あります。いいと思いますよ。今ね、NFT とかも結構流行ってますけど、はい、世界に一枚っていうのはちょっと希少だよね。うん、これ逆に今買っとけば価値上がるかもしれない。まあね、うん、例えばこれをさ、10万円で買ったら、うん、なんか2年後とかに300万くらい売れるかもしれない。まあね、分かんないですよ、はい、何があるかは分かんないよ、うん、ということでね、じゃあまた結果もまた後日取ると思いますけど、うん、これ締め切り何日かですよね。1週間くらいでします、ね、1週間、1週間します。じゃあ1週間ということで、じゃあ今日の動画のから開始ということで、そこから1週間ということですね。はい、はい、じゃあまたその結果出たら撮りたいと思います。じゃあ、うん、ありがとうございました。岡がタイトルですよね。ちょっとやっぱ付け加えたいんだっけ。そう、なるほど。ここにね、ワンポイント。なるほど、なるほど、うん、ただそれあんま変わらない感じかな。なるほど。テーマとしてはどうですか。大量。大量、はい、あ、漁師とかの人生大量です。あ、招き猫みたいな感じでいいか。そうそうそう、うん、なるほど。わ、なんかもサインを書くんでしょ。サイン書きます。青岡公平みたいな感じで、はい、岡田の教員じゃなくて誰が